ある日、鬼はおばあさんと出会いました。おい、人、何してる？こうすと心が現れるんだ。心？心の豊かさ大事。なあ、心の豊かさってなんだ？なんだろうね。人の心を知りたくなった鬼は旅に出たのでした。心の豊かさを持った。やりたいこと見つかりました？やりたいことなんてやってみないと見つからないんですよね。まず行ってみましょう。好きな方へ一歩。新本格和牛味サムライマックトリプルビーフも回り道も楽しいよね。Where's my shirt? What shirt, baby? The soccer shirt. No, my dreams. It's never quite as it seems. Why would you do that? Never quite as it seems. You washed it. I washed it. Signs. I forgot. Now what? Cause it came from you.Then I open up and see the person falling here is me. Different way to be. Stop.
impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I could not find. Totally amazing, my mind, so understanding and kind. Hey, everything to me. Cause all my life, sign my shirt, please. Changing every yes, day in every possible way. Every possible way. Keep away from children. 完全飯お湯を注ぐだけで栄養バランスが整ってる、しかもうまいんだってよ。不足せえよな。だったらよ、カップヌードルよりこっち食った方がいいじゃないか。だろ、どうせ食うなら完全飯、完全飯カレー飯、完全飯 UFO 冷凍完全飯も。コンプレックスも結構あるので、ちゃんとカバーしたい気持ちと、ファンデーション塗ったっけで思うぐらいの軽さを目指してます。エスプリークどうしても変化の時って訪れるものなので、カバーしてくれる強い味方がいるとすごくありがたいなって。崩さない素肌感、持続するアイカバー、エスプリーク。私らしいって難しいですよね。力の抜けている、リラックスしている状態で常にいたいなとは思ってますかね。なんか気合を入れすぎている自分に気づいたら、もうちょっとふざけていこうとか、終わりたい自分っていうのは作れるものでもあるから、こういうメイクがあったりファッションがあったり、それでなんか日々変わっても楽しいし、その日の気分でその時期にどうなりたいか。好みで言うと、あれ、そういえば今日ファンデーション塗ったっけって思うぐらいの軽さを目指してます。なんかすごく今揺らぎを感じるんですよ。変化の時なのかなって。なので、そういうタイミングでなんかこういろんな悩みとかをカバーしてくれる強い味方がいるとすごくありがたいなって思いますね。ちゃんと自分のことを考える時間があるのはいいことだなと思うから、揺らぎとか変化とかそういうのをネガティブなことでなくて、ポジティブなこととして付き合っていきたいな。その先を不安に思うか楽しみに思うかは、なんか自分次第だなと思うから、楽しんでねみたいな。崩さない素肌感、持続するハイカバー、エスプリークヌードカバーロングステイパクト。あれ、ない食べた？お父さんの唐揚げ。うん、食べてない。本当に食べてないの？食べてない。
じゃあアイス食べる？食べる。はい、食べよっか。何も足さない幸せ。原材料乳製品のみ。明治ディアミルク。体にピース。おい、朝だぞ。起きろ。よく寝たでしょ。もう眠いの。さては睡眠の質不足だな。ほい、これプラスカルピス睡眠ケア。プラス朝日飲料。体にピース。あー、今度の温泉待ちきれない。温泉。体調維持してこうね。ってことで免疫にはこれ。プラスカルピス免疫サポート。朝日飲料。二代目焼肉総味自信作二代目のタレです。この甘みフルーツリンゴにマンゴーパイナッツル。はい、パッケージに書かれてますからね。そんなことより初代超えたね。おやじをご存知で。誰。二代目にして堂々王道総味焼肉のタレ。始まるな。とうとう始まっちゃうじゃん。どうする？ねえ、どうするよ。落ち着けって。ん？やっと来たか。うわ、今回のレベル高。本当だ。これはやばい戦いになる。やばいよね。やばくない？もうすでに感動が。まだあと数週間あるんだぞ。心臓が持たんぞ。あー、ぐったぐった。美女なら茜だな。でもさ、でもボーカルは琴音がめっちゃ良かったよ。こっちの子も見てくれ。これ系は運営から押されそうだ。あ、帰ってきた。ギリギリの帰宅。サバ版コミットメント疑うわ。もう早くつけてよ、待ってたんだから。あれ、あいつも本当じゃん。やっぱ意外とハマってきたんじゃね。ああいうタイプが一番危険だな。そうなの？ありゃドハマりするタイプだぞ。なんだろう、この気持ち。なんか気になっちゃって。わかるわかる。それで言うと私は B チームの岩井花香。そうそう、花香もいいけど田中アスカもじわじわ来てるんだよね。遅れた、ごめん。なんか秘めるものを感じる。スター性ってやつ。でも脱落ギリギリじゃん。あの子は一般人に戻しちゃダメだ。ん？なんでそんなところで半分隠れて。来いよ。一緒に喋ろうよ。おいでおいで。お邪魔します。出ました、お手製スローガン。色使いもうまいじゃん。センスあんな、意外と。あ、この子。ん？この子が推しなのか。へえ、結構ど真ん中行くね。推しって？推しも知らないのか。推しに会えたのは幸運なんだぞ。人生が変わる。推し？あー、おめかししちゃって。デートなの？これデートなの？これ。いや、スタジオ観覧が抽選で当たったらしい。え、マジで？え、何それ、裏山。俺は家で応援する方が性に合ってるけど。まったくさ、そもそも人間はずるいんだよ。猫も連れてけって話だろ。おい、あっち見てみん。え、チッケム見てんじゃん。完全にハマったな。どうして気になっちゃうんだろう。やっぱり私推してるってことなのかな。あー、とうとう最終回じゃんか。なんか泣けてくんだけど。終わってからの自分のメンタルが心配だ。本当だよな、ロスるよな。あー、無理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 。来るぞ来るぞ。あー、もう心臓が痛い。得票数は61万4245票。呼ばれる？え、呼ばれるよね。待って、信じていいよね。もう発表？あれ、私これなんで刺さっちゃったんだろう。あの子と私とソイとエスプレッソ。
終わっちゃったな。これからどうする？もう一回最初から見ればいいじゃん。そうだな、そうだな、これ食い終わったら見よう。京都へようこそ。海外の方ばかりだ。ほんま皆さん、伊右衛門を味わいに。伊右衛門？またまた。ハロウィンってウルキリやもねん。伊右衛門まだ飲んではらへんのって。もったいない。フルサドブリヤーパン、日本に住んでるのにもったいない言うてはります。あん、おすすめです。味わう伊右衛門。もったいない、もったいない。مين تلعبين؟ يلا小さなほっこりにいくつも出会いました。私ここに来てなかったら明日もまた同じこと考えていたと思う。うん、きっとそうだ。今時応援って意味あるんですかね。こんな青春タイプ悪くないですか。君たちはすぐそうやって物事を損得で。それって大人の理屈ですよね。人は押されると元気になる、それを見て押した人も元気をもらえる。食べた。うまスパイシーチキンマックナゲット、期間限定です。変な大人。部活頑張れ。公式アプリでお得なクーポン配信中。10億円達成。テンション低いね。いや、みんなはしゃぎすぎで引かない？10億なんかに踊らされてさ。その感じちょっとかっこよくないかも。え？本当にかっこいいのは踊るべき時に踊れることさ。シャルウィーチャンス。キャリーオーバー発生中。最高10億円ロト7。17歳のケンジ、僕は今でもあの夏の日々を思い出します。得体の知れない難問に汗だくで立ち向かった夏。怖かった、不安だった。でも諦めたら解けない。ただその一心だったよね。あ、もう一度解きます。あの時君が解いていたのは自分の未来だったんだ。 Z 界15周年のサマーウォーズ。Thank you.
妻がいなくなって6年経った。あっという間だったし、長くもあった。なになに、どうした？何よ、どうしたのよ。怖いんですけど。あ、これすごいでしょ、真っ白じゃん。なんで洗ったの？なんで洗ったのって聞いてくれました？アリエール未来って言うんだよ。これめちゃくちゃすごいから菌を予防しちゃうの。だから洗濯した後も菌が増殖しないんだよ、できないんだよ。すごい洗剤なんだよ、めちゃくちゃいいから、もうね、バンバン洗濯したくなるの。信じらんない。父さんも信じられなかったよ、菌が増殖しないんだぞ。先輩からもらったのに、先輩のユニフォームなのに。何それ。だから先輩からもらったユニフォームなのに。あれ、洗っちゃダメなやつだった。いや、そんなの、なんで部屋に出しっぱなししとくんだよ。勝手に部屋に入んないで。いや、いつもお前脱ぎっぱなしにしてるから、たまにやっと開けてるんでしょうが。そんな大事なもんだったらちゃんとしまっときなさいよ。ドキドキ出して回転。え？嗅いでるの？お前、それたまに嗅いでたの？いや、お前、それは変だろう。変？いや、変じゃありませんか？遺伝でしょ？遺伝じゃねえわ。もう白井先輩。リオン、お前もう何年だ卒業して。5年か？6年か？平井先輩のあの匂いが消えちゃった。もうね、いつまでも過去の恋愛に縛られてちゃダメだよ、切り替えなきゃ。まあそこまで落ちるとは思わなかったけど。最低。そうだ、平井先輩って下の名前は何て言うの？良吉。良吉？平井良吉。良吉？古風な名前だな。そこがいいの？そこがいいんだ。ちょ、笑わないでよ。笑ってない笑ってない。平井良吉、筑田高校。検索やめてよ。なんで？興味ない？ない。え、知りたくないの？私はあの頃の平井先輩が好きなの、今は関係ないの。何それ。思い出の中の平井先輩がいいの。今は？今の平井良吉がどうであれいいの。なんだかよくわかんないね。父さんにはわかんないだろうな。父さんにはわかんないね。だからモテないんだよ。そんなことないよ。そんなことないの？そんなことなくはないこともない。ふん。なんだよ。ふん。よしなさいっての。最近美容院変えた？変えたけど。最近水色のシャツ買った？買ったけど。最近誰かにネックレスあげた？え？気づいてるんだからね。いやいやいや、そんなんじゃない、そんなんじゃない。結構年下？よしなさい。もう5年 ?6年？母さんも再婚していいって思ってるよ。やめなさい。このままの方が母さん心配してると思うな。私だっていつまでこうしてるか分かんないし。そうなのか。いや、
いつそうなってもおかしくないって話。そうなのか。可能性の話。父さん、一人で生きていけるからな。ご飯だって完璧だし、洗濯だってあり得る未来があったら失敗しないし、趣味もあるし、読みたい本もたくさんあるし、いいカメラ買って旅行とかも行きたいんだ。まだ先の話だから。とにかく父さんのことは考えなくていいから。相手どんな人？だから相手とかまだそんなんじゃないよ。まだ？じゃあ狙ってる人はいるんだ。私と同じ年とかはやだな。まあいいけど。お前だって父さんと同じくらいのやつとか嫌だからな。いや、ないでしょ。まあいいけどさ。あ、いた。え？これだろう。これが平井先輩？これ本人か？間違いない。やば。いたよ。頑張ってるじゃない。もういいよ平井先輩は。今度さ、うん、紹介したい人がいるんだけど、連れてきていい？うん、もちろん。何する？珍獣見る。タスマニアデビルは？わあ。え、何？見せてよ。ちょっとこれはすごい。何？うわあ。驚っか。何する？旅する？ベルトラ、ベルトラ。はい、今だ。この肉絶品だから。っていうかビール一番搾りでいいですか？なんでもいいよ。ビールの味気にしないんだ。大体美味しいでしょ。それお肉にも言えますか？味以外でビール何で選ぶんですか？味にこだわり続けるビールです。そう、味ね。せっかく飲むなら美味しいものを。キリン一番搾り。汗かいて休みましょう。全力で働くのも素晴らしいけれど、全力で休むこともすごくすごく素晴らしいと思います。生きれば生きるほど生ビールはうまい。サントリー生ビール。それではみんなで全力の夏休みを。この夏祭りの歴史について図書館で調べたんですが、なんと明治8年からあるそうです。長い。やはり何も楽しいことは分からない。まだかな。飲みたい。以上で私のご挨拶とさせていただきます。来
それでは副会長から一言。生きれば生きるほど生ビールはうまい。サントリー生ビール。ビール冷えてるよ。糖質ゼロ。普通のビールは。私これでいいわよ。あなたまだ糖質あり飲んでんの？いや、なんか普通の方がさ。思考停止。はい。糖質と美味しさはもう無関係なんだから。なんとなく糖質飲んでるのってどうなんだろうね。ろうね。食べよう食べよう、うん、美味しそうに飲むね。いい時代。青の一番搾り糖質ゼロ。新しくなった。 Yeah, I'm Deadpool's roommate. Lying down. I can't see him, but Lord, can I smell himI have an ace up my sleeve. Old Spice Total Body. It fights stank 24/7. Keeping him fresh everywhere. And I mean everywhere. Did I tell you to stop? 営業者を減らす？維持費が高いので。でも、高橋さん。タイムズのカーシェアなら全国で営業者として使えて維持費ゼロ円です。今ってそうなってんの？今ってそうなってんの？はい。カーシェアで全国に営業者を。タイムズカー。こっち。申し込み完了。ポチ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 パチパチか。パチ。ここのコロッケすごい美味しいんですよ。先輩はこの街に詳しくて、この街が本当に大好きな、はい、ザ・地元の人って感じだけど、仕事となると。今回ご相談いただいていたご自宅の売却の件なんですが、もう少し待ってみるのも手かもしれません。とことんプロだ。その間賃貸にするお手伝いもできますし。地元密着の強みと大手の安心。家を売るならセンチュリー21。ガサさん、また来てね。この街好きなんだよね。何ですか急に。僕たち大きなグループの一員だけど、この街のために働こうな。この街を出ていく人も新しく入ってくる人もみんな幸せにしたいよな。先輩はまっすぐだ。あ、草薙さん。あ、こんにちは。だから昔のお客さんがいつまでも慕ってくる。あ、嬉しいな。地元密着の強みと大手の安心。家を売るならセンチュリー21。はい、相談を受けてる。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回ご相談いただいていたご自宅の売却の件なんですが、もう少し待ってみるのも手かもしれません。その間賃貸にするお手伝いもできますし。カット、カット。水曜日が定休日なので気をつけてください。この焼き鳥すごい美味しいんですよって言えばいいですね。お願いします。センチュリーの世話すごいですね。はい。今度のお祭り僕もおみこし担ぐんで。あら、ほんと。じゃあ見に行くわね。はい、ぜひ。この街好きなんだよね。この街のために働こうな。はい。今月はうなぎがいいですよ。あ、そうなんですか。うん。あ、じゃあ楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。夏に食べたいカップヌ第1位。なんとなく夏らしいカップヌ第1位。暑い夏に買ってもいいかと思えるカップヌ第1位。ネットも食べてね、夏限定。夏祭りで大好きフード。やばいやばい。あ、待って。行っちゃった。次何分？
裏から行こう。え、裏って、こっちこっち、行けんのここ、早く来て。え、暇だない cause sky is so bright for the supersonic 間に合わんダッシュしかかたん、てか今何時、ね、hurry up let's go 新時代何ここ、現代測定夢みたい知らんの but I don't really care about what you decide 心とリアルシンクロナイト I want everything and anything I can be what I want to be 待って、Yes, you can. What the hell am I even doing? You're explaining to Bachelor Nation why our movie is the perfect date movie while holding this. Oh, I love the smell of sunflowers. I'm not doing either of those. Yes, you are, because you are a confident, powerful person, and 18 to 49-year-old women are super important demo for us. No cap. What? No cap. What does that mean? It's what all of my fellow Gen Zers say. Slay FR trauma, Genergy, 4-hour work week, quiet quitting. Look, the point Jeez, is... I'm out of here. All right, stay off camera. I'll handle this. Hey, Nation. Deadpool here again to tell you that our movie has everything you love. We really zoom in to complex relationship dynamics. There's ample amounts of cheeky humor. And in the end, well, I'm not going to lie, it was quite a payday for us. You promised me The Bachelorette was coming. I made a lot of promises, buddy. And I'll tell you, you are delivering. Come again.Back on. Super hard to eat while I'm wearing it. It's super hard to eat when you're not. Whoa, 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 whoa. I'm normally all in on the legal and moral opaqueness of subliminal advertising, but not when it messes with my trailer. Got it? That's worse than subliminal.Okay, that's just personally insulting. Don't you do it. And there it is. Someone's getting sued so hard. 3年 J 組コージー先生、私の彼氏もしかして呪術師、どんな彼氏、はいはい、そこのメガネ、部屋を暗くするとき、じゃあ帳下ろすねっていう、なぜ笑わないんだい、彼のおぎら上手だよ、誰だお前、てか俺メガネかけてねえし、新発売だよ、呪術廻戦27巻。